ガワルさん。ああ、ミュート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 。あ、ごめんなさい。うわ、リアクターか。ミュート、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 ミュート。えっちゃん、えっちゃん、ミュート。青海こと青海ひかるです。今日はよろしくお願いします。ポケモンマスターです。お願いします。ポケモンマスター違うけど、はい、一番好きなポケモンは何ですか？ちなみにリザードンです。おー、素晴らしいです、ね、リザードン一人大好きです。よろしくです。はい、はい、そんなポケモンマスターの後輩です、エチモツキメラです。よろしくお願いします。普段はコスプレイヤーなど、まあいろんなことしてます。今日は一緒に配信、ワンコの膝の上に乗ってます。今よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちなみに犬種は？うちマルチーズとチワワのミックスなんですよ。あ、いいですね。絶対かわいい。絶対。でも半年なのにもう 4.2 キロあります。あれ、かなりかなりでかいですよね。でかい。3キロぐらいですもんね。いや、親どっちも 2.5 キロって言われたのに、もう親子してる。すごい。いや、すごい。絶対違う犬種入ってるよなって思ってます。はい、お願いします。はい、お願いします。次は私かな。はい。はい。はい、魔法少女になりたいっていうバンドのボーカルのカジバジルです。ちょっと今日やるの2回目ぐらいなんで、ちょっとバタバタすると思うんですけど、お手柔らかによろしくお願いします。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 あれ、インポスターやったことないでしたっけ、はい、あれさっきそれ別の方でしたっけ、まあ、私かな、それ。あ、それは皆さんか。失礼いたしました。でも2回目だったらなさそうです。やったことありますか？あ、でもなったことあります。同じ人2回殺しました。こいつは殺しやすいんだったのかなってなっちゃった。怖いですね。殺意高めですね。怖い。強い。頑張ります。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、ポケモンマスターの後輩の川原真由です。ポケモンマスターの後輩、すごいいっぱいです。はい、すいません。ポケモンマスターの後輩なんですけど、居酒屋のオーナーをしながら YouTube とかいろいろ活動しています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ポケモンマスターの後輩たちです。私たちありがとうございます。あ、じゃあそしてはい、今日は女子会ということで、まあ女子筆頭のアーシが呼ばれたわけですね。YouTube でゲーム実況活動している先端恐怖症と言います。やばい名前ですが、やばくはないです。今日はですね、まあ先端恐怖って、ね、呼んでいただければいいかなっていうふうに思っております。あ、嘘です。はい、京子ちゃんで、はい、お願いします。知ってる人いるんすよ、うちのリスナーさん。お、すごい。あ、本当ですか。なんかいるの草って言われてますよ。おい、草じゃないんだ、おい。何だろうね。私もツイッター見てるけど、結構反応がいっぱい来てます。あ、本当ですか。嬉しいですね。本当に先端が怖いんですか。そうです。僕の唯一のアイデンティティ個性です。はい、私も先端苦手なんで、どうしかもしれない。あ、本当ですか。はい、いいですね。先端はちょっと今日は京子ちゃんってことで。京子ちゃんね。京子ちゃん、はい、お願いします。なぜかわしもフォローしてるってコメントが来ました。なぜかってなんだ。おいおい、覚えとけ。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、YouTube とかモデルとかなんかいろいろやってます。よろずやです。つぶらです。よろしくお願いします。これがあのマジで初プレイなので先般かますかもしれないですけど、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃん。はい、いつも丸色っていうバンドでギターボーカルをしてます、青井千尋です。で、 YouTube もやってます。これが初めてで、ゲームを基本的にしないので、ちょっともしかしたらなんかしちゃうかもしれないんですけど、お手柔らかにお願いします。お願いします。お願いします。は
緊張する、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ喉 の奥が乾いちゃって、なんか言葉がさっきからめっちゃ詰まっちゃってますね。私もやばいです。こんにちは、えっちゃんです。ボンボン TV YouTube チャンネルやっております、えっちゃんです。バジルちゃんに誘われましてですね、はい、来ました。ゲーム実況者とか歌手とかやってます、ユゲって言います。お願いします。よろしくお願いします。声がいい。インポスター引きたくない。しかもさっきと同じでは。どうすかな。ちょっとあんまりキルしすぎてもあれだし。ナイスチョイス。しとっか。その場にいた風に。見ちゃいました私。あら、あらあらあら。あ、一応先に見ると死んでない人は、あ、OK です。はぁ、二人死んでる。死んでる。見ちゃいました。おあなたが。チータちゃんがやられてるのを見ました。バジルちゃんがやってました。あ、私もなんか挙動的に、おって思ってたんですよね、バジル。そう、で、今多分ストレージかなにいて、ストレージだろうな、これは確か。で、なんか閉められて出れなくなったんですよ。はいはい。で、視界もそうで、視界も狭まって、うん、うわ見えねえ見えねえと思って、でも視界狭まる前に確かに2人いて、うん、で狭まった瞬間血しぶきがぴって見えたんですよ。あら。ぴって見えて戻ったら、あの肉の塊にチータちゃん。肉の塊。あねえバジルちゃん、これは絶対バジルちゃんしかない。絶対バジルちゃんと私も思う。いやなんかバジルちゃん。本当に私でした？なんかね、エレクトリカルのとこでバジルちゃんがなんか消えただよね。あ、なんかこれは、ね、でもこれはバグなんかなと思って。でも私みんなと一緒にいましたよ。エレクトリカルの時普通に奥行ってないんで。それ停電したとき？停電したときにあの緊急タスクなんとかしないとと思って、行って、わいっぱい人いると思ってそのまま下に降りてったんで、いやでも本当にやってた、血がもう流れてました現場には。殺人事件。密室殺人事件。危なかったマジ。これ私報告もう数秒遅かった、やられてた絶対。あいや危なかった。あれですよね、バジルちゃんが違かったらメアちゃんがやってることになるから、ね、メアちゃんがやったって言ってないからバジルちゃんじゃないですか。確かに確かに。証拠がお互いないですよね。いやでも本当に私はこの目で見ました。で閉じ込められてうわーってなってた。私も閉じ込められて、閉じ込められてたのが分かんなかったです。逆にえ、でも私最後にストレージの壁越しに多分バジルさんいましたよ。閉じ込められてましたよね。閉じ込めたんだ。これはいや私はバジルちゃんに入れます。入れます。匂うな。なんか停電だったからあんまり。あら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 、さらばミュートでお願いします。
本気出すか。さすがに今何人だ。なくて6人でしょ。切るか、本気にするか。やばい、また見つけちゃったよ。こんなに死体見つけるなんて。あら、どこで、どこで見つけました。今これ待って、バジルさんミュートでお願いします。はい、これコミュニケーションかな。コミュニケーション、うん、コミュニケーションか。今ストレ、どこ行ったんだっけ。ストレージ通って、うん、コミュニケーション入って、で、なんかまたあのなったじゃないですか、サボタージュで。リアクター方面向かおうと思ってたら、はい、いました、ありました、見つけました。なるほど。まあ、たぶんバジルちゃんが、インポスターだとすると、あと一人。はい、あと一人。いやー、でも私あんまりすれ違わなかったかな。私リアクターのあたりでずっとケイさんとつぶぴさんに会ってて、うん、ゆゆはあの3カ所も完全にリアクター以外行けないっていう状況で、刺しになって、うんうん、食べてこなくて、はいはい、うんうん、あ、それだけじゃ判断できないけど違うのかな。そうそう、あの最初のリアクターで、先端と、そうね、先端も追って、で、危なかったですよね最初ね。そう、最初なんか全然行けへんから、あれって、もう片方の上のリアクター誰が止めたんだろう。あ、上、私だった。あ、えっちゃん、あ、そう。ああ、あとなんか2回ぐらい閉じ込められましたね私。うん、ロアでね、ロアで閉じ込められて、そう、で出てそのまま私ストレージ行ったんですけど、ストレージのドアも閉まってて入れなくて、しばらく。あ、そうそうそう。直感的で申し訳ないんですけど、つぶぴさんがなんかちょっと怪しかった動向してたんで、どう動いてたか知りたいです。あ、どう動いてたか、どこら辺から気になります。なんかセキュリティリアクターの間ら辺でユギアさんの周辺をふわふわしてたから。私もあの実はあのユギアさんがちょっと怖いなと思って。あ、そう、俺も牽制してて、どうしようと思って牽制してて、どうしようと思って、周りを。俺も一番あの、まあ、やめて、殺して大丈夫な、ごめんなさい。ちょっと怖かったんで。そうそう、で俺も殺して大丈夫な、一番十字路の真ん中にずっといてて、うんうん、私もなんか大丈夫、その後大丈夫かなと思って。ユゲコはでも一緒にリアクターの下を一緒に直したから、はい、あのインポスターだったら殺せばもう終わってた。
から、そうそうそう、これどうしましょう。白いと。これはちょっとまだわかんないかな。スキップしますか。わかんない。スキップ。収集しましょう。まあ逆に良かったかな。あんまキルペース上げなくて。いや、いや、増えてない。あ、俺もスイッチ押そうと思ってたので、ちょうどよかった。そうですね。まあ、一旦やっぱ会議がもうちょっと必要かなと思ったので、うんうん。ここは俺も詰めれるんじゃないかなという。はい。なるほど。ただ、これはちょっと、まあ、この僕視点、あ、ゆげこ視点だと。ゆげこ視点だと、まあ、とりあえず、メアちゃんは白かなという意思で、ちょっとそれ以外はまだわからない。今私も正直わかんないかも、うん、よいしょ、うん、まあでもメアさん通報してるから確かに白かなって思ってて、でユギエさんは差しの時やってこなかったから白かなって思えてて、うん、私ちょっと匂いますなと思うのはつぶぴさんですね。あれ、なるほど、なるほど、あ確かに、まあ、そうつぶぴ、あと先端もちょっとあんまわかんないか、怪しい、でも怪しい目線はゆげこはリアクターでやってこなかったから、うん、それはあんまり、あ、まあいいか、まあでも確かに今サボッタージュ鳴って O2 で止め、あれ止めて一緒にたの、そう、センターさん、うん、あといましたよね、京子ちゃんが、お、京子ちゃんは O2 のにいた、そう、いて、私より先にいて、で、はい、私やろうとしたらもう止まったんで、はい、あー、それは一応アドミン側はゆげこが止めて、あ、ゆげこが止めて、あ、終わっちゃったと思って私解散しちゃいました。つぶぴが後ろから追っかけてきたって、あ、殺されるかなと思ったけど一応殺されなかった、うん、あー、どうなのかな、いないと思ってて行ったら、これでもなんか私みんな白だと思ってくれてての、状態で言うと、うん、今だけの話だとつぶぴと、でもこれでえっちゃんだったら怖いですけど、いや、そうそう、えっちゃん、でもえっちゃんはでも確かにあのえっちゃんはあそこのリアクターで押さなかったら終わらせてたので、あ、押したっていうことで、そしたら白かなという、つぶぴ怪しくなってくる、つぶぴか先端、うん、もうあと一人だと思うんで、まあ、つぶぴさんだと思うんですよ。まあ、まあ、確かにローラーしてもいい、ローラーとかどっちも倒すでもいいのかもしれないという。で、もう一回、もう一回ちょっと遅かな。もう一回この後、じゃあ俺押します。あの、スイッチ。はい、一旦スキップで。やばい、ノブが悪さしてる。ノブ？確かに、ホーツ処理狙うか。あ、ミートで、ミートでお願いします。ミヤミヤミートで。めっちゃ悪さをしてる。あー、ミート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 。あ、ごめんなさい。うわー、リアクターか。リアクター。ミート、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 ミート。えっちゃん、えっちゃん、ミート。
これで会議で勝つか、どうすっかな。見つかりそう。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はい。ゆげさんがまず亡くなっている。はい。私、カフェテリアのボタンの真ん中で亡くなってるのと、はい。あと今、先端さんとつぶぴが多分、はいはい、エレクトリカルかどっかで閉じ込められて、エレクトリカル閉じ込められて、で私とえっちゃんが廊下でうろうろしてて、私なんかえっちゃんに閉じ込められたような気がします。見えました。私めっちゃあれ閉じ込められてると思って、食べられると思って絶対やってるよと思ったんですけど、いや私どっちかだと思って、これつぶぴが先端さんやってたらあれもう終わるし、でもこれワンちゃんえっちゃんだったらと思って、近くいたら危ねえと思って、一旦まあこれなんか一回話し合おうと思ってカフェテリア向かったら、エマージェンシーコールの、真ん中のとこにゆげさんが。でもつぶぴさん、うんうん、はい、最初メッドベイになんで行ったんですか？あ、なんかとりあえずなんかタスクをやろうと思って迷子になっちゃって、メッドベイでタスクをしてた。そうですね。あと停電の時に3人だから、私リアタ終わった時に、うん、リアタ最後だったかな。つぶぴが入ってきた。ありました。うん、これどうなってんの、どうなんだろう。でももうこれ確実に一人ですよね、あと。ですね、うん、ですね。インポスターいたら終わってますね、この時点で。ですよね、だから一人、うん、いやー待って、これ待って、いや私 なんだろう。えっちゃんが扉閉めたような気がします。どっちなの？一緒に向かったとかですかね。私多分単一人で逃げ惑ってて、いや私なんかエレクトリカル行ったらドアのとこにえっちゃんが行ったから、あーそっからってことね。エレクトリカルって停電直そうとしたら直って出た瞬間立てこまって、いやどっちだろうと思って、だから私つぶぴさんか先端さんのどっちかなんだろうなって思うけど、でもこれまで行動的につぶぴさんなんじゃないかなみたいな感じ。こっちでむずいぞ。これでももうやばいですよね。そうですね。は一旦ちょっとでもう一回すぐ招集かけてます、はい、やってない人。心苦しすぎる。どうしようかな。三、四、五、六、七。交通勝利狙うか。どうしよう、どうしようかな。 O2 がいいかな。 O2 にするか。
ちょ、うますぎるやろ。もう、うますぎ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 、これはうますぎ。うますぎるやろ。ネタフリになっちゃうよ、うますぎて。そう。ありがとうございます。いやいやいや。またあつと同じピアになっちゃって。私も、なんかバレてたなと思って、ちょっとすいませんって思いながら。やばいよ、マジよ。あー、カレーにキルされちゃった。マジかよ。マジか、私マジで超惑わされてた。マジか。めちゃくちゃ。はい、ゆげ子がボタン押しそうだったから。いやもう殺しときます。いやー、その殺人現場見ましたよ。いや、うますぎる。一気に見た。やってもうたな。電気つけに行くべきやった。いやマジで悔しいな。これもう私だって絶対これつぶっぴーかえっちゃん、私はえっちゃんかなとずっと思ってて、もう二人で揺れてたもんな。どうしようどうしようどうしようって私お互いに見合ってはあれなんもないなってなってて、そう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 、そう本当にこれはチャンスめっちゃあったのにな。むちゃくちゃ悔しいね。悔しい。やばい。手のひらされちゃった。手のひらで転がされてた。最後だってちょっと先端味わってたんやろ。いや、ちょっと気味してた。誰殺そっかなと思って。ひどい。なんかずっと幽霊になってアシストしてました。いけるように。ナイスアシストでしたね。すごい助かりました。よかった。まんまと最後やられましたよ。楽しかった。頑張って二人きりの空間を作らなきゃ。二人きりの空間。いやでも私今回一回もインポスター回ってこなかった。私結婚式でしかいない。偏ってましたね。なんかね、サーバーで結構同じ人がなっちゃうみたいなのが一応あるみたいな。そうなんですね。なんでえっちゃんさんがなってたら結構強そうだな。いや、思う。強そう。私、自分の配信でずっと言ってたんですよ。インポスターになったら最初に先端さんを食べるって。慣れないっていう。いや、面白かった。面白かった。面白かった。ね、初めてだったけど、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたリベンジ戦したい、リベンジ戦を。チュートリアルというので。そうですね。またやりましょう。お願いします。次からね。第2回の女子会。女子会。お願いします。待ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。よしよし。失礼します。はい。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、めっちゃ緊張した。ああ、お疲れ様でした。こっちにしよう。いやでもね難しいよね。かといって。手緩めるのもね、ちょっと相方さんにも失礼だから、どうしようと思って。楽しかったですって言っとこう。ね、無限にリアクターやってもよかったけど、まあ、なんか遅延だと思われるのもさ、あれだし。めっちゃ悩んだ。まあ、2回に抑えてこうと思った。無限にリアクターやって、あと20分ぐらいリアクター流してもよかったけど。ね、皆さんね、お優しくて、助かりましたね。あと20分ぐらい流せばよかったかな。無限リアクター編やればよかったな。女子列車の、いやわん？あ？何名前？
うまいこと言おうとして全然言ってない。いや、もうマジ緊張した。あ、よかった。